ログハウスみたいになった。もう古いよね。ログハウスみたいになった。あ、違う、倉庫みたいなもんね。あ、そうだね。待ってね、待って。うん。濱家空いてる？空いてない。濱家も混んでるけど、向こうの入るかな。いっぱい食べたね。新鮮だもんね。でも白も美味しいよ、ね。あれはあれでまた美味しい。白も美味しいと思うよ。値段が倍ぐらいじゃない。寿司は100円だもんね。でここは200円とかさ。うん。夜中降るかもしれない。美味しいですか？うまいね。